イオン、札幌西岡ショッピングセンターは、北海道札幌市とよひ区西岡に立地するイオン、北海道株式会社が開発、運営するモール型ショッピングセンターである。本記事では、同所にて、かつて営業していた、大英西岡店並びにポスフール西岡店についても、説明する。1988年に、西岡商店振興組合が、大英のディベロッパー会社、 大英リアルエステートと手を組み、大英を核にしたショッピングセンターの建設を計画したのが始まりである。道内では地元組合と大手スーパーが手を組む珍しい例であった。その後、1990年4月に大棚法三条申請を提出し、札幌商工会議所の商業活動調整協議会で審議が開始され、 同年8月には同じく道内で2店舗の参上申請を行っていた声優とともに店舗面積1万平方メートル前後の店舗としては道内で初めて第一種大規模店舗の参上決心で申請通りに認可された。1992年にこの地で大英のブランドであるハイパーマート西岡店として開業。店番号は0686。建物は 商業旨と駐車場旨に分かれていた。その後1999年8月のハイパーマート再編の影響で同年11月20日に全国のハイパーマートよりも先駆けて大英に業態変更した。しかし大英の再編計画で西岡店が閉鎖店ポリストにリストアップされたことで2002年8月31日をもって閉店した。大英の撤退後に ポスフールが跡地に出店を表明した。建物は大英時代と変わらぬまま使用された。2002年11月のプレオープン時は、西岡ポスフールバー玄関の名称であったが、グランドオープンとなった2003年3月に、ポスフール西岡店に改称した。高立地ではあったものの、競合店の構成や大英時代のままである、駐車場の利便性がネックとなり、客足が減少。 不採算を理由に2008年2月24日に閉店となった。閉店後の同年10月31日から11月2日にかけてラリージャパンが札幌ドームで開催された際、同店跡が臨時駐車場として活用されたこともあった。ポスフール撤退から約1年が経った2009年4月6日、当時のイオン、北海道社長、上村忠敷は当初は、 第三者に売却予定だったポスフール西岡店を再利用できないか検討中であると発表。そして同年6月10日、ポスフール西岡店を建て替えずに大幅な改装工事を行い、食品、ヘルスビューティーケアを中心としたショッピングセンターを開業することを発表。2010年5月10日に開業日を発表し、同年5月25日にソフトオープン。 同年5月28日にはイオン、札幌西岡ショッピングセンターとしてグランドオープンした。各店舗のジャスコ西岡店は食品、日用品、健康用品に特化した店舗でジャスコ業態での最後の出店となり2011年3月1日に名称をイオン、札幌西岡店に変更した。リニューアル計画以外に 売上不振で完全撤退した店舗に再び同じ、運営会社が再出店するケースは異例である。出店テナント前店の一覧、詳細情報は公式サイト、フロアガイドを営業時間及び ATM を設置する金融機関の詳細は公式サイト、インフォメーションを参照。1回2回公式。ありがとうございます。